はい、どうもジンさんです。今回は五艇十三隊六番隊隊長朽木白夜の戦型について考察していこうと思います。何を考察していくかというと、戦型の一人目についてです。いろいろな説が出ていますが、個人的な意見を述べていこうと思うので、参考程度にご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。戦型千本桜景義、まずはこちらの技をおさらいしていこうと思います。戦型とは防御を捨て敵を殺すことだけに全てを捧げた千本桜の真の姿。バラバラだった刃を刀の姿に押し固めて爆発的に殺傷能力を高めるためのもの。刀の姿に圧縮された千本の刃の総列が一度に相手を襲うことはなく、朽木白夜自身が自らの手で切ると誓ったものにのみ見せる姿。白夜は刀の一つを手にして戦い、時に二刀目を取り出したりもします。ただ最終章では霊王級でパワーアップしたからなのか、ボロボロにやられていい意味で誇りを捨てることができたのか、戦型の全ての刀を敵に向ける奥義、一家先人化を使用していました。実はこの戦型、原作ではイチゴに使用したのが初お披露目でしたが、実は戦型を見せたのはイチゴで2人目だそうです。じゃあ1人目は誰なのか、これについて様々な考察がされていきました。まずはいろいろな方が挙げた考察を見ていこうと思います。1つ目は朽木銀霊説。銀霊とは白夜の前に6番隊隊長を務めており、白夜の祖父にあたる死神です。これはおそらく白夜が挽回の修行をする際に銀霊が付き添い、その銀霊に見せたのではという説だと思います。2つ目は芝海炎説。白夜と海炎の関係は原作で明らかになりませんでしたが、白夜がイチゴと戦っている際に海炎を重ねていたり、海炎の奔放さが疎ましかったなど何かあったような感じを出しています。もし白夜と海炎が対立していたとしたら、おそらくルキアのことだと思います。白夜はルキアを危険な目に遭わせたくない一心で裏から手を回し石棺の座につかせませんでした。対して海炎はルキアを認めているので、そんな白夜の手回しをよく思っていなかったかもしれません。他にも白夜と海炎の圧力に関しては考えられそうですが、ひとまずここまで。3つ目は月島さん説。月島さんは白夜と千本桜に能力で自身を挟み込み、白夜との関係を改変したり千本桜への理解を深めました。ただこれは時系列的にありえないことは皆さんお分かりだと思うので、この説は忘れてください。4つ目はアバライレンジ説。ルキア奪還を目指すレンジとそれを阻止する白夜、この戦いの中で白夜が挽回後にレンジに刀の形をした千本桜で攻撃していました。この描写から1人目はレンジでしょって説があり、賛成派の方も多くいらっしゃいます。5つ目は白夜自身説。これはブリーチ節というかちょっとおしゃれな内容になりますが、この説が好きという方も多い印象です。以上が世に広まっている戦型の1人目に対する考察です。その他にもあると思いますが、多く見られた意見を話していきました。で、肝心の僕の意見ですが、どれでもありません。個人的には語られていない過去があり、そこで戦った相手に使用したのかなと思っています。そう考える理由を話していきます。まず先ほど申し上げた考察、それら全部個人的には違うのかなと思っています。1つ目の朽木銀霊説。まず挽回習得は誰かに付き添ってもらう必要はありません。必要なのは残白刀の具象化と屈服なので、一人でもやろうと思えばできます。さらに戦型は挽回後に使用する技、千本桜の真の姿ということですが、もし銀霊に挽回修行を見てもらっていたとしたら、挽回が習得できた時点で銀霊の付き添いから卒業するのが自然な気がします。挽回習得後、戦型や合計白帝剣まで銀霊が関わったとは思えません。白夜が奥義まで教えを請う性格にはどうしても思えませんでした。2つ目の芝海炎ですが、白夜と海炎の間に何かあったことは間違いないと思います。ただそれが挽回してましてや殺すことだけに全てを捧げる戦型を使うほど死闘を繰り広げる動機がないと思いました。ちょっとした小競り合いなら視界か、せめて挽回だけだろうし、そもそも周囲の死神浮竹やルキアがそこまでの大喧嘩になった時止めるだろうと思いました。海炎に対しては元とはいえ五大貴族芝家の次期当主でありながら、掟を遵守する自分とは正反対の奔放さを持つ海炎が疎ましかっただけで、戦型を使うほど対立したとは思えません。3つ目の月島さんは時系列からありえないですし、4つ目のレンジはあれが戦型だとはどうしても思えません。
個人的に千景とは千本桜を刀状にすることだけではなく、千本の刀の総列で自身と敵を囲い、外野からの横槍を許さない決闘のような空間、あの景色と刀を握る白夜で千景だと思っています。レンジノは一五千への伏線だったと言われたらそれまでですが、一人目の千景がちょろっと描かれただけとはどうしても思えませんでした。五つ目の白夜自身説ですが、確かにブリーチらしいおしゃれな感じですが、もしそうだった場合、見るのは貴様で二人目だっていうより、他人に見せるのは初めてだ的な言い方になるのではと思いました。以上のことから、僕は気質キャラに使用しているとは思えず、やはり語られていない過去があり、千景を使用したのではと思っています。ちなみにこれらすべて僕の個人的な意見です。先に挙げた考察も違うと思うとお伝えしましたが、芝海縁やレンジ説はあり得るとも思っているので、そこだけはお願いします。ただ世に出ている考察を違うと思うと話し、千景は気質キャラではなく新キャラでした。だけではお前なんなんて話になりかねないので、ちょっと考えてみました。白夜に関する過去がヒサナぐらいしかありませんでしたが、ヒサナは病で亡くなったとなっています。その病は、フォローか誰かの能力が原因であり、それから守るためにとかも考えましたが、ヒサナはそもそも病弱でした。さらにヒサナは、精霊邸内と貴族街、それも朽木家という四大貴族の敷地内にいることが多い。そこは精霊邸内の中でもかなり安全な場所なので考えづらいですし、ヒサナが精霊邸から出ることも考えましたが、ヒサナが精霊邸から出る際、白夜は絶対付き添うと思っているので、やはりヒサナ関係ではなさそう。そして僕は無理やり一つの説を生み出しました。それは、白夜が最強と呼ばれた理由。白君は、朽木家歴代最強と謳われている死神です。僕はこの評価が何らかの実績から言われているようになったのではと推測しました。もし実績がなく、ただ霊術院の成績や資質の高さ、霊圧の大きさだけで判断しているとしたら、朽木家歴代最強というレッテルに重みがないと考えることもできます。なので僕は半ば強引にこの2つを結びつけ、千景を使用するほどの敵と戦い勝利、その実績から朽木家歴代最強と呼ばれるようになった、こういった説もあるのではないかと提唱しますが、いかがでしょうか。皆さんの考察などあればぜひコメントで教えてください。以上、千景千本桜景義について考察してみました。動画の内容いかがだったでしょうか。すでに皆さんのコメントが楽しみです。話はそれますが、本当に僕のコメント欄には僕以上に鋭い方が多くいらっしゃいます。なんで僕のコメント欄は恵まれていて、コメントを見に来るだけで価値があると思っています。僕がブリーチに関する動画を出し、コメント欄で皆さんと盛り上がる、僕に興味がなくてもコメント欄はつい見に来ちゃう、そんなコンテンツを作りたかったので、それが叶ってよかったです。皆さん本当にありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。